皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画は見てください、ソリッドスネークがアンロックされて自分クエスト全部クリアしたんで、こうやって今から使用感を説明していこうかと思います。かついっすよね、渋すぎる。で、どんな感じのアイテムスキンがあるか言うたら、まあこのスキンソリッドスネークがあって、ほんでスタイルチェンジでこれゴーグルバージョン、ゴーグルつけてるバージョンと、あとはこっちっすね、オールドスネークの方もあります。いけてるなぁ。で、次バックアクセサリーがこれメタルギア MK2 って読むんかな、戦場サポートしてくれる遠隔起動端末、これ着てます。見ようによっちゃ可愛い。で、これなんよ、スタンナイフ、めっちゃかっこいいんですよこれ。しびれるデザインの戦闘用ナイフ。あとはグライダーのスライダー、鳥のような翼を持つ戦闘用無人機、これもいいんすよね。あとはエモートでこれ隠れてるっていう、これ、これが一番大変やったんすよね。と、これこの音、メタルギアソリッドよね、まさしく敵に見つかった時。あとはラップね、見てこれ、めっちゃいいよね。こんな感じっす。まあ、あとは、このロード画面潜入ってやつと、スプレーも着てて、バナーアイコンもあって、で、ロード画面か。これぐらいかな?まあ、主にスキンとアイテムとかグライダーとか、なんかその辺を紹介していきます、今から。じゃあ、クリエイティブで説明していきます。どうぞ。じゃあ、まずはグライダーか。いきますね。スライダーってやつやね。なんかすごい、直立みたいな感じなんよ、こうやって。面白いっすよね。はい、こんな感じです。まあ、間違いなく、おっと、間違いなくスタイリッシュですよね。無駄がない体つきというか。はい。じゃあ、おすすめのツルハシ、振っていきます。なぜおすすめか言うたら、自分好みのこの振り方なんすよ。いいねー。じゃあ、ショットガンの使用感、こんな感じです。ラップが渋いっすよね。マットなんすよ、ツヤなし。じゃあ、まずエモート。これね、隠れてる。これマジで、苦労したからちょっと見てほしい。これだいぶめんどくさかったんよな。段ボールがスラープになってる。で、もう一つこれ。なんかで使えそうよね、このエモート。はい、じゃあ、スタイルチェンジ紹介していきます。はい、変えてきました。オールドスネーク。で、ついでにバックアクセサリーも取っ払ってきました。こんな感じです、後ろ姿。どうですか?かっこいいんじゃないですか?はい、こんなもんかな。説明は以上です。この動画参考になったという方は、グッドボタン、チャンネル登録、もしよければ、クリエイターサポート、HEMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。